ようこそスバル王国の皆様。ゆっくり霊夢ちゃんです。俺つえ系主人公が意外と嫌いじゃないゆっくりマリサだぜ。ああ、完膚なきまでに叩きのめして、すっきりした勝利を味わいたい。何、物騒なことを言ってるんだ。このまんじゅう霊夢は？ネトゲやって、煽り食らわされた後に、ボコボコにやられた。うわあ、それはフラストレーションたまるわ。だから、スカッとする勝利を見せてよ。無茶ぶりもここに極まれり。なんかあるでしょ、スバルのレースとかですっきりするやつ。そうだな、そしたら最近日本に負けに戻ってきたあの会社との勝負について見てみるか。負けに戻ってきた？マゾなのかな？本当にそんな会社があるんだぜ。敗北を知り尽くし今も敗北している会社が。なるほど、そこならきっとスカッとした勝利を見せてくれるのね。というわけで今回は、勝てる？WRX2002 年で呼んで2018年とガチレース衝撃的な結果にゆっくり解説を紹介するぜ。普段から、コミュニティの部分でアンケート等してるので、ぜひご参加くれると嬉しいわ。それと、面白かったら高評価ボタンやチャンネル登録で応援よろしくだぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。さて、まずレースを見てもらう前に、知りたくないと思うがヒュンダイについて軽く話す。霊夢ちゃん知ってる。日本進出のために汚名を隠そうと名前をヒョンデに変えた会社。実際には、韓国語読みではヒョンデだから統一するらしいが、霊夢の言った通りの理由もあるな。携帯で言うところの、サムスン携帯がギャラクシーに名称を変えたようなものね。さて、このヒョンデなんだが、日本では笑い物にされてるが海外では結構売れてるんだぜ。2021年のデータだが、欧州ではヒュンダイが10位、参加のキアが11位になってる。あら、意外と売れてるのね。じゃあなんで日本では売れないのかしら？その話をすると長くなるのと、今回の趣旨から外れるから説明はしないが、なんで、ディーラーが充実してるベンツや BMW とかがあるのに、壊れやすいヒュンダイを買わないといけないんだって意見が多かったらしいな。富裕層な効果もあまりなかったらしいし。ってことは、ヒョンデの車って性能が悪いってことなのかしら？今はかなり改善をされたっぽいが、それでも EV とかで火を吹いてるっぽいな。怖すぎる。話を戻すが、今回勝負をしていたのは、2002年に製造が開始されたインプレッサ。通称、涙目インプと言われる WRX になるな。あら、バリバリのラリーカーじゃない。でも涙目インプってそんなに昔だったのね。そして相対するのは、ヒョンデで作られた2017年式のヒョンデ i30N ファストバックだ。スペックはどうなのかしら？ヒョンデの方は一般車両とかなら新しくても勝てなさそう。スペックはこんな感じだな。そして、ヒョンデ i30N ファストバックはハイパフォーマンス、モデルに該当する。つまり、スポーツ性能を追求して作られたモデルだから一般車両とは言わないかもな。そんなのさすがの涙目インプちゃんでも無理じゃない。スペック見た感じ、トルクに出力は若干勝ってるぽいけども、16年の技術の差は大きいわよ。バカだなぁ、まんじゅう霊夢。今回の動画の趣旨をもう忘れたのか？え、ってことはこれに勝っちゃうの？見てもらった方が早いな。それではその動画をどうぞ。霊夢？圧倒的じゃない。まあ、直線での勝負だからコースに出たらどうなるかわからんが、これだけ見ると、もう勝負になってないな。ハイパフォーマンス、モデルってなんだっけ？もちろん、乗り手次第な部分もあると思うが、何回かやっても結果は変わらなかったぜ。涙目インプちゃんに喧嘩を売ろうなんて100年早いのよ。他にも、フォレスターやシビック、アリストとかともやってたからついでに見てくれ。
他の車のスペックがどうなのかわからないから何とも言えんが、圧勝ね。そこら辺はスバル王国の賢者たちが、コメントで置いていってくれると思うから大丈夫だきっと。手抜きダメダメウプ主ね。さて、お次はちょっとハードルを下げて、同時期くらいに製造されたヒョンデの車と、インプレッサの勝負を見てみよう。同時期ならきっといい勝負するんじゃないかなわら。ハードルを下げる概念が崩れる。今回エントリーした車は、スバルは涙目か鷹の目のインプレッサ。ヒョンデは、珍しいクーペモデルのティブロンってやつになるな。なんで疑問形なの？これを見てもらえればわかるが、動画が暗くて全然判別がつかなかったんだ。ここら辺わかる人コメントで正確な車種を教えてくれだぜ。スペックはこんな感じ。スペックの時点で負けてる。まあそういうコンセプトの車なのかな？それにしても V6 エンジンなのね。同年代のフェアレディとは全然違う。他の名車と比較するのはかわいそうすぎるぜ。それでは実際のレース動画を見てみよう。Launch the hardest fuck.当然っちゃ当然だけど、相手になってなくて草。コーナーでも全然詰められてないな。直線はしょうがないにしても。下手な人と上手い人が一緒にマリカーしてる感じね。周回遅れとかされそう。今ならこのヒュンダイクーペは50万円くらいで買えるからぜひ興味がある人は。めっちゃ煽ってて草。お次も同じ年代に販売されてるはずの、ヒュンダイエラントラ GT だ。これも、インプレッサが圧勝するのよね。こいつパワーがさっきのクーペよりもないから圧勝どころの騒ぎじゃないぜ。早速見てみよう。大人と子供のかけっこ競争？この年代のヒュンダイは多分こんな車しか作れなかったのかもしれないな。あまりヒュンダイについて詳しくないけど、詳しい人コメントよろだぜ。もうやめてあげてよ。ヒュンダイのライフはもうゼロよ。さらに追い打ちをかけてくぜ。インプレッサではなくなるが、同じスバルのフォレスターの話だ。これはレースではなく、アクロでの走破性能を競ってる感じだな。ヒュンダイちゃん、ここら辺でいいところを見せてもらわないと。今回の趣旨からして無理だな。早速動画を見てみよう。Is X mode off? Yeah. Cool. Still goes so not straight. Yeah, yeah, but it stays straight. But it works. Way off. I mean, that's incredible. 全く歯が立ってない。登れる気がしないわね、ヒュンダイ。このフォレスターの。あれ、僕またなんかやっちゃいました。って感じで普通に登っていくところスコ。ヒュンダイ、敗北以外を知りたいって感じね。とまあ、ここまでだとヒョンデがマジでいいところなしなのでいい勝負したやつを、見ていきたいと思うぜ。ちょっと、俺つええで終わるんじゃないの？せっかくいい気分でいたのに。さすがに日本の超超超数が少ないヒョンデファンからお叱りが来るかもしれないからな。大丈夫大丈夫、どうせこのチャンネルはスバリストしか見てないし。まあまあそう言わずに。次のレースの内容は2022年。スバルとヒョンデの最新鋭機で勝負。スバルからは新型の WRXS4。ヒョンデからはエラントラ N になる。エラントラってさっきボロ負けしたやつ。どうせ今回もそうでしょ？スペックだけで見たらヒョンデの方が凄そうだけれどもさっきの結果見たらね。さあ、それはどうかな？早速動画を見てみよう。WRX out to a big jump. Come on. In there though, I gotta say.
go, 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 go! Come on! No! What's that? It's real, real close. Elantra! 嘘。最初は WRX 圧勝じゃんって思ったけど、後半の伸びがエラントラの方が良かった。決して、今の論でおバカにできないくらいそこそこいい車を作るのかもな。そんな一度は日本から撤退したヒョンデが今日本に来てるのよね。10年ぶりの復活だからな、きっとまた笑いのネタを提供してくれるはずだぜ。いやよ、燃えたりとか制御が効かなくなったりとか海外であったようなことになるのは。ちなみに、5月の販売台数はもう出ていて、販売台数は約10台だったぜ。10台限定の10台販売だったのかしらね。それは絶対ないから安心してくれわら。その10台は市場用の車両じゃないの？なんて言われる始末だ。早速笑いの種をまいてくれたわね。みんなを笑顔にする素晴らしい自動車会社。さすがに若者が韓国好きが多いからって、買う層とマッチしてないしな。若者なんて車あまり買わないしね。給料安くて買いたくても買えないのに。そんな貴重なお金で爆弾なんて買いたくないわ。まあこれだけは言える。スバル好きは絶対にヒョンデに興味持たない。そもそも、ヒョンデって名前に変わったことも知らない人多そうだしね。とまあ、今回はヒョンデとスバルの対比だったが、それ以外にもこの車と対比してくれとか、あればコメントで教えてくれだぜ。ヒョンデの豆知識とか面白話もお待ちしてます。基本的に、YouTube のコミュニティで動画企画のアンケート等を行っておりますが、画像や動画を使った企画については、Twitter を中心に募集しておりますのでそちらも覗いて、いただけると幸い。動画の概要欄にリンクを載せてすのでそちらからフォローよろです。また、企画等の募集も言っておりますので、コメントいただけると嬉しいわ。ついでに面白かったら高評価、まだの人はチャンネル登録もよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。